ストさん、西大です。今日はですね、昨日ご紹介したトレーニング方法、皆さん早速実践していただけましたか？変化があると嬉しいんですけど、昨日の、トレーニングを生かして今日はアカペラで一曲歌いたいと思います。実はツイッターの方で皆さんに西大に歌ってほしい曲を募集しますということでリクエストを募ってました。ハッシュタグ西大をつけていただいている方のつぶやきをちょっと拾っていきたいなと思うんですが、いっぱいねリクエスト来たんですよ。あ、私の好きな山口百恵さんの夢咲案内人とかね、桜田淳子さんサンタ何かの風とか、カラータイマーにもありがとうございます。あと生き物係さんの桜も多かったね。これはねでも私も好きな曲なんだけど、伴奏ありきでねこうバンと迫力ある感じで歌いたいので、 QC343-1413 ガラさん、母校の校歌、鹿児島で有名な企業の CM ソング、茶碗蒸しの歌。あ、はいはい、茶碗蒸しの歌って何ですか？多分鹿児島の人ならみんな歌えるんじゃないかな。歌ってみましょうか。うんだもこらいけなもんな、あたいげんどん茶碗なんだ、ひにひに三度もあるもんせばきれいなもんごんさ、茶碗についたむっちゃろがい、めごなどけ歩くむっちゃろがい、まこうてげねこちゃわはは、まこうてげねこちゃわはは、っていうね。ええ、あとね、水流さんが、はい、ワイットサーです、おっさんの記憶が確かであればアイちゃんはエヴァンゲリストであったはず残酷な天使の定義か魂のルフランでお願いします。大好き大好き、エヴァンゲリオン、エヴァンゲリオン大好きだからこそアカペラじゃ寂しい。せっかくだったらこう大迫力のやつで歌いたいけど、あそこだけ歌おうか。私に帰りなさい、記憶をたどり、優しさと夢の源へ、っていう感じなんですけど、これはやっぱりね、あの魂のルフランのところからこうジャーッとねバンドが入ってきてほしいんで、またいつかちょっと音があるバージョンでできたらなと思うんですけど、今日アカペラだからね。お、あと平原綾香さんのジュピターとか、高博さんから、高博さんありがとうございます。いいですよね、好きだよ、大好き。平原綾香さんの曲も大好きだけど、ちょっとアカペラじゃな、アカペラじゃな、どうなんだろう。あとなんかもっと意外性のある曲とかいいですよね。結構いっぱいあったよ意外性のある曲も。ほら男性の曲、これ栄太郎さんだ。栄太郎さん何でも上手に歌いますからね。うん、せっかくだったらレミオロメンに続き、また男性の曲、スキマスイッチ、小袋ゆずさんの曲なんていかがでしょう、というふうにつぶやいてくれてます。これなかなか私はちょっといいなって思いましたよ。男性の曲って普段なかなかね歌う機会がないので。ゆずで一番好きな曲とか、やっぱ世代ですか？ゆずはまあ世代です。好きな曲はなんだろうな、この長い長い下り坂を君を自転車の後ろに乗せてみたいな。違うか違うか。あとね、お友達の木月みなみちゃんの夢待ち列車っていうのも来てますね。キノピオさん、いい曲だよね。いい曲、私も大好き。遠く遠く、牧原さん、ギボンズさんです。これ私がラジオで泣いたのもいいことに、ギボンズさんまたこんなリクエストしてきて、あの菊池良二さんからのコメントいただいたんですけど、あの時代のリクエストが、ね、今はこんなに悲しくての歌い出し、勝手に眉のこうなってるのが想像してます。今はこんなに悲しくて涙も枯れ果てて、もう二度と笑顔にはなれそうもないけど、やっぱこれもねピアノがあって歌いたいな。歌謡曲がどっちかっていうと多くなっちゃうね、普段歌謡曲歌ってるっていうのもあって。これはトシリーさん、ジェラート食べながらデスペラード、ニューヨークしながらニューヨークシティセレナーデ、多分ダジャレなんですけどジェラート食べながらデスペラード、ニューヨークしながらニューヨークシティセレナーデどう？意外と洋楽のリクエストってこの1個だけだったりするんですよね
ほら YouTube ってさ、やっぱ世界とつながってるじゃん。やっぱせっかく配信してんだったら海外の方にもね、心にも刺さるようにいいんじゃないですか。やろうよ、トリリンガルだし。ええ、じゃあ、トシリーさんのちょっと今日ここにジェラートないんですけど、ジェラート食べながらじゃないけど、デスペラードイーグルス、私も大好きな曲なんで歌ってみたいと思います。アカペラで。それでは聴いてください、イーグルス、デスペラード。Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you were a hard one. I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow.Don't you draw the queen of diamonds, boy? She'll be true if it's able. The queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine thing I've been laid up on your table. But you only want the one that you can get. Desperado.Oh, you ain't getting younger. Your pain and your hunger, you're driving you home. And freedom, oh, freedom. Well, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all along. Don't you figure it cold in the wintertime? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your highs and lows. And funny how the feeling goes away. Desperado.Why don't you come to your senses? Come down from your senses. Open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. You better let somebody love you.Before it's too late. はい、というわけでイーグルスのデスペラード、めっちゃ緊張するアカペラで歌うの歌わせていただきました。 How was it? Did you like it? If you like it, push like button.Thank you. というわけで、高評価、コメント、Twitter の登録、そして、ハッシュタグ西愛をつけてつぶやき、ぜひぜひよろしくお願いします。でね、私気になったやつがあって、 Twitter でね、こんなつぶやきがあったんですよ。ライパチさん、愛ちゃん、せっかく YouTube なんで普段歌ってなさそうな曲、そして話題になりそうなのがいいなっていう風にライパチさんがリクエストしてくれました。で、曲が知らない曲かもしれないけど、尾崎豊ファンが一番好きな曲、 Forget Me Not、 これマジ名曲なんで歌ってくださいということで、これね、私もちょっと薄々思っていて、せっかく YouTube やるんだったら普段ライブとかで歌わないこう歌謡曲とかを飛び越えた、あの意外性のある曲を歌えたら面白いのかなとちょっと思っていたので、ライパチさんのこのリクエスト、今日からしばらく時間をもらいまして、ちょっと知らなきゃった曲なので、覚えてみて、そして歌ってみようかなと思います。こんな感じでよかったら、よかったら西田愛、この曲知らないだろうっていう曲はもちろんなんですけど、
なおかつ私が歌って再生回数が伸びるとか、なんかみんなが面白がってくれるとか、なんか話題性があるとか、10人中8人に聞いてこの曲知ってるって言われるような曲なんだけど、意外と西大は知らない曲とかあったりするんですよ。聞いたことあっても意外と歌ったことない曲とかいっぱいあるから、なんかそういう意外性があって、かつみんなも知ってるけど西大だけが知らないみたいな、そういう曲を新たに覚えていくのも楽しいかなと。よかったらそんなリクエストは感想とかコメントとかとはまた別で、ハッシュタグ西愛チャレンジとハッシュタグをつけてつぶやいてもらえたら、その中からまた新しく選んで歌っていこうかなと思っています。もちろん通常のねリクエストとか、こんな企画やってとか、くすぐり今度はどこどこなんか別の部位でやってとか、そういうのでもいいんですけど、歌に関してのリクエストは西愛チャレンジってのをつけていこうかなと、すいません今日決めたので、これから皆さんそんな感じでお付き合いよろしくお願いします。ではまた次回、西大でした。相方も下げました。チャンネル登録よろしくお願いします。